あがましせよ、あがましましましはいせー。さあ今回行ってまいりましたがこちら、はい、ラーメン二郎上野毛店でございます。はい、世田谷区上野毛、これ上野と呼んじゃう人もいますか。まあたまにね、上野毛、上野毛でございます、はい。東急ね、大井町線の上野毛駅、うん、あ、徒歩数のところにありますね。すごいですね。はい、うん、で私、こちら行くのはね、はい、あ、その前に、はいはい、お店情報がございましたが、はい、2002年にオープンした二郎、うん、ね、その時現在のマスターとは別の方だったんですね。なるほど、20年前かも。そうなんですよ、入れ替えがあったんですね、うん。で私2019に訪れた時、はい、ちょっとね、うん、3分の2しか3分の2撮影できてなかったんですね。あら、まあ、あのめちゃくちゃ短い動画になっちゃったんで、うん、実質ちゃんとした動画出すの2017年以来です、はい、5年ぶりです。平成ぶり、平成ぶりの、内容、ちょっと内容も変わってるんですね、はいはいはい。大豚入り、大ラーメン、小ラーメン、小豚入り、生卵、うん、で缶のウーロン茶あるんですが、うん、これね売り切れマークが出てたんで、まだあるのかな、ちょっと怪しいですね、その辺ね、はいはい。それから今回も大豚入りを選択しておりますね。大が一番上にあって小は真ん中にあるというね、大を食ってくれと、ね、おすすめしてますが、でもちょっと量は多いんで、こんなのが来ますよ、ね、しっかりと周りにね、鎧のように豚がなってますが、麺ドリコとこう抑えましたかもしれません、また同じですが、ね、麺をね、まあ固めの上のバリカタ申告ができる唯一の二郎ということで、なるほど、ね、前回も一応バリカタにはしてますが、やっぱ固めが僕好きなので今回もコールしているということですね。二郎の太さで固まり方はやばいっすよ、はい。でお野菜だけマシマシできません、うん、ニンニク油辛めはマシマシにできますが、うん、前回全部マシマシにしてないんですよ僕、うん、だから野菜だけマシマシにできないってなったのはなんか最近なのかもしれない、うん、昔なんか全部だった気もするんだけどな、うん、で上野毛にもつけ麺が昔あったんですね、はい。で今はないので、うん、ちょっと疑似的にね、生卵使ってつけ麺的なのを食べて、あ、実食です、はい。ということでいつも通り豚からいきますが、うん、あ、綺麗にね、非常にね丸く整っている、ね、野毛地独特の野毛地、野毛地です、腕肉となっておりますが、食感としては非常にね柔らかきゅうし、んね、そのままもう全部パン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 食べてしまいそうになりますが、やっぱり胡椒豚にしてね食べていきましょうということですね、はい。で3枚目もねこうしっかりと胡椒の錬金術、胡椒の錬金術ほっこね、はい、錬金が失敗すると大佐に胡椒のってこれ胡椒の確かにね、フルペッパーアルケミストというのね、やっていきますが、野菜はビシャキです、はい。油が非常にでかいんで、はいはい、まずすごい非乳化、ね、液油目立ちますね、うんうん。でこの油が少ないと超しょっぱくなっちゃうんで、うんね、このスープになって逆に苦手な人もいるかもしれません、はい。なので、こういったね、この非乳化と表面の液油、はいはいはい、ね、これがめちゃくちゃ非乳化の証です、ね、なるほどね、はい、この透明度そうなんですよ、これがうんまいんです。なんでこんないちいちうまいのか、うん、もうね、なんか何なんだろうなって思っちゃう、食べてる間にどうしてこんなうまくできるのかなみたいな、何年行かなくてもずっと上野毛行きたいなってのは頭に残っちゃう。なるほど、僕はそんぐらい好きなスープですね、依存性のスープまあそうかもしれない、はい。あれ麺ですが、大は410と書いてあるんですが、はい、小はねすごい昔に270だったと確認した人がいるらしくて、今どうなんだろうっていうことでそんな多くないですよね、はい。でバリカタにしたんです、ね、プワキプワキ麺です、ね、まあ、太さ長さ平均的、はい、まあ、ドキ乳化とこのパキポキはね病みつきですよ本当に。だちょっとあんまり慣れてなくてバリカタって言ったことない人も思い切って言ってみてください。なるほど、はい、結構まあまあやってる人もいるんです。この力をねそうね、さあそしてニンニクですが、もう非乳化スープが美味しすぎてね、入れるの迷ったんですがやっぱり入れますということでね、まあ入れたら入れたでね、この醤油が立ったスープとニンニクのピリッとこれたまんないっすよ。あ、まあそうですね、やっぱジローにニンニクはもうこれうまいの王道、ね、あー、もう手挙げちゃってもうね、なるほど、ここで来ましたね、はいはい。これをちょっとねつけ麺風に食べていきます、うん。
これです、ね、返しないんですね卓上には。なんですけど、まあ、特に入れる必要もないぐらい完成されている乳化なんで、とても美味しいんですが、やっぱり醤油感強いかなと思ったら、この生玉でマイルドになるということですね。ここにいますよ、結構ね。これで楽しむスープが入りました。もう一回いっちゃいましょう。あのお隣さんね、トリプルで頼みました。あ、生卵、生卵、好きな人は相当入れると思いますよ、これ。まあ、もう本当に必須ぐらいの、はい、必須ぐらいですね。まあ、あのつけ麺という食べ方じゃないですが、このつけて食べること自体に美味しさがまたあるということと、あと髪の毛って鍋二郎やってます。あ、なるほど。珍しい二郎ですね、今となっては。鍋を持ってって、まあ、食べる、あの持って帰るんですが、やり方についてはお店の前に貼ってあるので、うん、よく見てください、はい、さあ、そしてラストはファイナルペッパー。小包みのようにやってますが、あのこの感覚がね、ちょっと鶏ガラベースの品そばとか中華そばに胡椒を入れて食べる、うん、あのうまさに通ずるものやっぱありますね。やっぱ透き通ってるんです、そういう感じ。そう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 。ちなみに昔はですね、フリフリカレーというカレートッピングがあったんです。今ではないので、うん、食べた人はもう幻のトッピングとして、思い出トッピング、思い出トッピングですね。はい。で、煮卵もあったんですが今もないので、生卵ももしかしたらそのうちなくなっちゃうかもしれない。あら、じゃあもうやっぱ食えるものはね、食えるやっといた方がいい。推しは推せる時に推しといてみたいなことですね。ということで、ガッツァ、はい、はい、ということで、あ、もうね、辛め度 95.2 でしょ。はい、全体としては90点が、麺量としては90ですね。まあ、410ということで、まあ、二郎としてはそれほどとてつもなく多い方ではないということですね。三郎二郎でございましたが、はい、ね、あ、今回は、うずらに、スポットを当ててますが、体重をね、まあ、測ったんですよ、はいはい、そしたらね、もうちょっとで6キロ、あら、はい、に近くなってきたんで、このようにですね、キャットタワーが傾きます。後輩いっちゃうんじゃないですか。やっぱしっかり立ってますよ、うん、まだまだしっかり立ってますが、彼は気づかずに、あ、そしてですね、今日もメンマが、はい、入ってどんぐらい入ったかな。ですね、アフレコ最初始まったタイミングでね、あのトイレしてね、すごい臭かったですね。君君、はい、やってくれ。 あ、パソコンに、バイバイバイ。Thank you.